この項目では2009年6月25日にアメリカ合衆国の歌手であるマイケル・ジャクソンが死亡した経緯及びその影響について記述する2009年6月25日マイケルが自宅にて心停止呼吸停止状態に陥りマイケルのボディーガードが救急隊に通報12時26分に救急隊が到着13時14分に カリフォルニア大学ロサンゼルス校付属病院へ救急搬送される。約42分間に及ぶ蘇生活動を行うも、カリフォルニア時間14時26分に死亡が確認された。8月24日、ロサンゼルス市警察の事情聴取に対する元主治医の先生供述書とされるものが報道された。その先生供述書によると、元主治医はマイケルの不眠治療のため、 6週間にわたって毎晩、グロポフォールを投与したという。依存症になることを懸念して、6月22日には、処方は、グロポフォールから、催眠鎮製剤であるロラゼッパムとミダゾラムへと、切り替えられた。ところがその後マイケルは、不眠の状態に陥り、死の当日である6月25日には、深夜から早朝にかけて、ロラゼッパム、ミダゾラムやジアゼッパムを、 断続的に投与するも眠りにつかせることができず、10時40分頃には、マイケルの度重なる要求により2 5ラムのプロポフォールが点滴投与された。それにより、マイケルが眠りについた後、元主人はトイレのため2分ほどマイケルの元から離れた。しかし、トイレから戻った時にはすでにマイケルの呼吸は停止していたという。8月28日。 ロサンゼルス研修当局が死因を公式発表。急性プロポフォール中毒とした上で、第一の死因は、プロポフォールとロラゼパムの複合使用と指摘した。外的要因による死であることも断定した。プロポフォールは、外科手術において、全身麻酔の導入、維持に用いられる麻酔薬である。呼吸抑制作用があるため、設備の整った環境で、 麻酔専門医による適切な用法と常時監視のもとで使用しなければ呼吸停止、心停止を起こす可能性がある。グロポフォールの投与中は患者の呼吸状態等を常に監視し続けることが義務、続けられている。2009年7月1日、マイケルの元専属看護師のシェリリン・リーは ABC ニュースのインタビューに答え、4月頃に深刻な不眠に悩むマイケルから、 睡眠導入のためにプロポホールの処方を依頼されたが、マイケルがその薬剤の扱いに精通していなかったため、処方を断ったと話した。元主治医がマイケル・ジャクソンに雇われた経緯については、マイケルのプロモーターグループであるアイグライブが、自分たちの反対を押し切ってマイケルが雇ったと主張しているのに対し、マイケルの遺族側は、 主治医として的確であるかを確認もせずにアイグライブが雇ったと主張しており対立した。マイケルの死後、遺族はアイグライブに対して医師を主治医にふさわしいか確かめることなく雇用し、マイケルを死に至らしめたとして裁判を起こした。マイケルの母であるキャサリン・ジャクソンは、この訴訟の目的について、金銭目的ではなくマイケルの死の真相を明らかに、 するためであると述べた。結果は、遺族側の敗訴に終わり、80万ドルの裁判費の支払い命令が出された。ロサンゼルス市警察は2009年7月11日、クロポフォールの不適切な使用が死因である疑いは、強く、処方医による重過失致死の可能性があると表明した。7月28日には、元主治医の自宅と診療所が捜索を受け、8月2日には、 元主治医に77万ドルの借金があることが明らかになった。元主治医がマイケルの治療を月額15万ドルで受け負った背景にはこの金銭状況があったと AFP は指摘している。裁判の結果、2011年11月に元主治医は過失致死罪で金庫4年の有罪判決を言い渡された。だが元主は模範だったため、 2013年10月28日に、契機の半分である2年を務めたところで早期に、釈放された。これについてキャサリンは、私は二度と息子に会うことができないのに、彼の母親は息子に会えるなんて間違っていますと、コメントした。釈放された元主人は、デイリーメールのインタビューに対し、マイケルの子供はそれぞれ、父親が違いマイケルはどの子供の父親でもないと、語った。 この発言に激怒したマイケルの元妻のデビーローはマイケルのファンが18ヶ月以内に彼を射殺するだろう。私は銃弾を買うと述べている。グーグルにおける2009年6月25日のマイケル・ジャクソンのアクセス数の推移。左の矢印はマイケル死亡が確認された14時26分。右は死亡が報道された14時44分。マイケルの死は 各国のメディアでトップニュースとして報道された。CNN や BBC などが報道特別番組を組み、病院前から24時間体制で生放送を続けた。インターネット上で最初に報道したのはアメリカのセレブリティ専門サイトの TMZ で死後18分という異例の速さだった。その後、ロサンゼルスタイムズがその7分後に続いた。2つのサイトは アクセス数の急増によってダウン。大手検索エンジングーグルでは検索数が一時猛烈に跳ね上がり、マイケル・ジャクソンの検索がスパムとみなされ不可能となるという事態が起こった。ツイッターでは6月29日に1秒あたり456件検索された。日本において報道が最も早かったのは東京の FM 局 JWAVE であった。6月26日。 JK ラジオ東京ユナイテッドの番組冒頭でマイケル死去の一報が報じられた。また午前6時50分過ぎにはアメリカのサイトに引用された通信社の伝聞を放送した。その後はマイケルに関する話題に触れながらヒット曲を放送する体制となった。テレビ局の多くが病院に搬送された時点ではマイケル・ジャクソンが死亡したと思われると報道し、 実際にマイケル・ジャクソンが死去と断定して報道したのはそれから数日経ってからであった。マイケルの死は全世界のチャートに影響を与えた。前衛では直後にナンバーワンズが1位を獲得。その後ザ・エッセンシャル・マイケル・ジャクソンが7週連続で1位を獲得。本国アメリカのビルボード200では当時はシンのみ扱うというルールがあり、 マイケルの作品は、給付のカタログ扱いで、ランクインされなかったが、サウンドスキャン集計の総合セールスでは、ナンバーワンズ、ザ・エッセンシャルマイケル・ジャクソン、スリラーの3作が、この収集を上回る売り上げを記録。ビルボード史上前代未聞のことであった。2009年7月1日、2002年に作成されたと、される、マイケルの遺言書が公開された。 推定5億ドル財産の内訳はキャサリンに40%、子供たちにも40%を相続。チャリティ団体に20%を寄付。またキャサリンが死亡した。際の後見人は、長年いうのあったダイアナロスが指名されていた。だが、この遺言書には信憑性について疑問が持たれている。弁護士、ハワードマンは、筆跡の相違などを挙げ、これは、キャサリンと、 子供たちから遺産を巻き上げるための罠だと主張した。また、マイケルの兄弟、リビー、キト、ジャーメイン、ランディ、ジャネットは合同で文章を公開。マイケルが生前二人を毛嫌いしていたことなどを挙げ、遺言書とされるものは、ジョン・ブランカとジョン・マクレインによる絶像であるとした。しかし他の兄弟、ジャッキー、ラトーヤ、マーロンの名前はないため兄弟間でも意見は、 言われていると思われる。様々な理由から暗殺説、生存説が囁かれている。マイケルはキャサリンに僕は殺されると話していたという。またその様子を撮影していた専属カメラマンのジョン・ウィルコックはマイケルよりも先に亡くなっている。他にも死の真相を手に入れるとしていた弁護士ピーター・ロペスも亡くなっている。拳銃自殺とされたが使われた拳銃は 遺体の周辺からは発見されていない。また、当時マイケルは自分の財産をすべて自分の子供と自分のためにのみ使っており、デビューきっかけとなったジャクソン5のメンバーである兄弟には一切渡しておらず、そのことに不満を持ち弟だけが世界から注目され自分たちはデビューに利用された上一切金銭も分けてもらえないという状況から兄弟間では仲が 極めて悪かったという。そのため、財産がすべて、マイケルの子供の手元に行く前に、マイケルの死を利用し、死亡後の大量の遺産を狙い、兄弟たちが、マイケルの主治医に、薬品大量投与による殺害を依頼したという説も、ある。また、主治医釈放後、主治医にその謝礼金が支払われたと言われている。また、主治医は釈放後のインタビューで、 薬品投与はあるものに頼まれた。と発言しており、それは誰かと記者が問い返すと、主治医は、それを答えると、あなたたちはもっと、ショックを受けることになるだろうと返し、それ以上言及することはなかった。なお、マイケルの葬儀の際、マイケルの子供が泣き叫んでいると、それを抱きかかえようと奪い合うマイケルの兄弟たちの後継が問題視されたこともあった。それはまるで、 マイケルの財産を奪い合うような光景であった。ありがとうございます。